モーニング初の G1 開催第65回四国地区選手権水面上ラストカード第12レース優勝戦を迎えました。本番レース6号艇の田村貴信、内のコースを取りに来ました。そして大外6コース、4号艇の山田優也、ただ一人のダッシュ、5対1と分かれました。進入インコースから1番6番2番3番5番、ダッシュ4番です。スタートしました。4号艇の山田、大外6コースからいいスタート、コースアウト、トップスタート、速攻でまくりに行く4号艇の山田、抵抗するのは1号艇の片岡、まくっていく4号艇の山田、バックストレッチ突き抜けて先頭、6号艇の田村。モーニング初の G1 を制するのは山田優也。デビュー戦から8年と9ヶ月、モーニング初の G1 でやりました。地区戦から始まるサクセスストーリー、最後の直線コース、1号艇の片岡2番手、3番手2号艇中村、先頭4番の山田、G1 初優勝おめでとう、ゴール。第65代四国チャンプに輝きましたのは地元徳島山田優也選手です。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。率直に今のお気持ち教えてください。いや、もう本当にすごく嬉しいです。はい、はい、進入ではダッシュ歓喜になりましたが、その時にはお気持ちいかがでしたか？そうですね、昨日から田村さん、大吉さんが前付け多分来られるだろうと思って、プロペラ今日1日朝からかけて調整して、もうすごい伸び主体にいい足になってたんで、ダッシュから行こうかなと思ってました。はい、スタート0台半ば、はい、トップスタートでした。そうですね、フライングはもう絶対切れないんですけど、自分の行ける目いっぱい行けたんで、はい、レースとしてはすごく良かったと思います。はい、かっこいい優勝でした。はい、ファンの皆様にメッセージお願いします。はい、応援していただいてありがとうございました。おかげで優勝することができました。もっともっとこれからいいレースして、もっともっと応援してくださるように頑張りますので、また声援のほどよろしくお願いします。優勝山田優也選手です。おめでとうございました。はい、ありがとうございました。いや、めっちゃ寒い。ちょっと待ってください。ちょっと高い高い高い、はい、ちょっと待って、こんなふうやってるんですか？応援していただいたファンの皆さん、ありがとうございました。これからも精一杯走りますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。